公衆アジア大会バスケットボール男子準々決勝で中国に敗れ、メダルなしに終わった韓国で嘆き節だ。韓国は中国に70対84で敗れ、2006年ローハアジア大会以来、17年ぶりにメダルなしとなった。韓国メディア、JTBC ニュースは、日本の2軍、中国の2軍に惨敗。韓国バスケットボールはどこへと題して報道。 代表チームは9月30日、一次リーグで日本に77対83で敗れ、準々決勝への直行に失敗。その後、2日の午後、バーレーンと準々決勝進出決定戦を行い、わずか14時間で開催国の中国と対戦することになった。一方のリーグ3勝の中国は、先月30日以降試合がなく、十分な休息を取っている状態だった。 不利な状況だったことを伝えた。その上で試合後、韓国代表の補填が私たちの競技力が良くなかった。もう少し良い姿をお見せできなくて申し訳ない、と謝罪しつつ、予選で日本に勝てていれば楽にベスト8を進めることができたが、私たちが自ら招いたこと。日程が大変だということは言い訳、と語ったことを報じた。日本と中国に敗れ、 厳しい視線を向けられているようだ。トースポウェブ。